おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえず、ジェイソン。一番ゴール。はい。Number one, I think the biggest thing for Toshimatsu is that his motivation is very high. The motivation that I'm talking about is not only to play tennis, but the hard parts about playing tennis. Wanting to improve, he wants to improve every day. This is a very big point. He's always willing to put in the effort to prepare for the practice. Of course, the practice itself also.But the preparations for the practice, there's a lot of those things that go into it. There's a lot of factors that go into it. And as a result, he's always, and that's something that I respect about, motivated for this. And this has allowed him to maintain this high level, even at this age, which is really only a number. So motivation is number one.やっぱり、ね、松井さんっていうのは、まあ、やっぱ男の中の男というか、まあ、テニス界では鉄人って言われてる方になるので、やっぱりね、僕自身はすごいそのプレースタイルもそうなんですけど、ストイックさとか、本当に食事制限もそうですし、生活の全てをテニスに捧げてるような、方になるので、本当にね、もう心から尊敬します。もう彼が引き先12歳ぐらいで、僕が10、まあ、高校生ぐらいに出会って、まあ、人生ほとんど半分がもうほぼ一緒だよね。半分以上か。まあ一人なんか結構同じ年代でなんかすごい強い子いて、12歳か14歳か16歳かで、まあ、優勝してる、まあ人がいて、で彼なんてそのクラブでは、ま、全く相手にされなくて、でなんか結構それで、いや俺もう全然相手にされないよみたいな話で、いやじゃあ俺は、まあ、海外行けよみたいなさ、あじゃあ行くわなんつって急に学校辞めて海外行き始めて、でカナダに行ったのね。カナダに行ってで、ね、ふた開けてみたら全日本ジュニアに出てないやつが日本代表に出入りの選手になるみたいなそもそもありえないことだよね、正直言って。でそもそもなんかプロになるっていうつもり全くなかったのね。だからまあそもそも実力なかったからね。そうね。そんなに上手いジュニアじゃなかったし、強くもないし、ランキングも低いし、そんなにプロ志望強い感じでもなかったんですけど、まあでもそんな 俺をねやっぱ結構練習に誘ってくれてたんで、それ僕も一生懸命やんなきゃいけないなと思ったし、まあ、そんで彼もプロになるって言ってもうね頑張ってた、うん、一番頑張ってた時期だったから、まあ、そこにまあちょっと僕なりに頑張ったら、まあ引き上げてもらったというか。結局それが良くて。まあいろいろあると思うんですよ。辞めても例えば、まあ、コーチだったりとか、もしかしたら解説とかそういうのをお呼ばれするかもしれないしとか、
もしかしたらそういう、なんでしょう、なんかテニスに携わるお仕事のオファーをいただけるかもしれないしとか思うし、まあ他の仕事もありえるかもしれないですよね。もう全く違う仕事業界入るかもしれないし、でもどこ行ったとしても結局一生懸命やったらダメじゃないですか。朝起きてとか、なんかこうその仕事を勉強したりとか、こうなんだろう、自分自身もこう磨いていかなきゃいけないと思うんですよ。で結局やることは一緒かなと思って、根本的なところは元気続けても結局一緒でしょ。体鍛えて自分を磨いて、こう試合に勝った負けたみたいな、でこれがある違う仕事をやりました、引退してって、でも結局そこでも多分似たようなところがあると思うんですよ。だったらまあ今自分が、まあ、得意としている分野で、まあ、とにかくやれるとこまでやった方がやっても一緒かなとか、まあ、本当はもっとテニス大好きでとか言えばいいんだけど、まあ、テニスは好きか嫌いかって言ったらそんな、まあ大怪我してまで続けたいとかそういうふうにはあんま思わないし、まあ、大怪我したもそれで終わりっていうとか、そういうあっさり感はどっかであるんですけど、まあ、あとは、まあ、こんな僕でもこうすごい、なんていうんですかね、応援してくれる人がいっぱいいてて、なんかすごいサポートをしてくれるし、応援もしてくれるし、なんかこうエネルギーもくれるし、なんかすごい、なんか勝手になんですけど答えたいとかそういうのもあるんだけど、まだ答えきれてないところいっぱいあるし、みんなこう俺にバシッてこうやってるらしいじゃん、わかる、皆さんイメージ、それ全く実は必要なくて、あれはたまたまちょっと俺も持ってやりました本当にやってもらいたいんだ本当にやってもらいたいのはもう当てるだけなんですよ。ちょっと真ん中より上の方に、ね、できる人、この真ん中のちょっと上ぐらい、ここにケースと当てる感じでドロップで構わないんですよ。最初はまずそこからです、まあ一生懸命やることです。あとこういうのも短い時間なので、今日はちょっと人数多いですけど、いつももっと少人数でピンポイントできるとみたいなので、本当1秒たりとも無駄にしないっていうところがあります。行くよ。すぐってことは負けるってことだからね。いや、別に。すぐパリは帰ってきて。うん、分かった。マスク持った。はい、マスク持ちました。じゃあね。はい。行きます。今年は久々ですね。なんか去年までは毎週毎月のように行ってきます、ただいまをやってましたけど、今回久々です。まあ勝ち残れば1週間ですけど、負けたらすぐ帰ってきますけど、まあ、国内はね、まあ全然楽勝ですけどね。海外の時はやっぱさすがにこうちょっと重い感じが甘えてますけど、ひどい時はたまに行きの空港行きのバスの中とかでも子供の動画とか見ちゃう時ありますから、
ちゃう？これ絶対バレないから。あ、そうそう。対戦相手にもバレることはない。これ YouTube もうライブじゃないんだよ。そうですよね、テニスの時計が。はい。これも編集。試合が終わった後なんで。試合が終わった後なんで、ちょっとあれなんですけど。作戦言っていい？サーバンドボレーいつも通りじゃん。いつも通り。バレバレだって。いや、そこにちょっと変化があるから、もう。